松平より安松平より安から1940年2月7日は明治時代から昭和時代初期の家族。新職、ジュニー、日立志子戸藩の第8代第10代藩主松平雷の次男。兄は第9代藩主松平よりのり。妹の高は作家三島幸男の祖,祖母にあたる。1856年。 松平雷と即室との間に次男として生まれる。二十五歳上の兄、松平よりのりと、四歳上の姉、ゆきがいた。よりのりと、ゆきは、正室、松平糸の子で、より安と同母の姉妹や弟には、こう、松平よりひら、つや、とがいる。1864年、水戸藩にて、天狗党の乱が起こると、兄、よりのりは、 鎮圧に失敗したことを幕府よりとめられ、10月5日に切腹した。去年35、父、雷衣も連座で拘禁され、シシ土藩は廃藩となった。1868年、新政府よりシシ土藩の復旧を命ぜられ、雷衣が再相続する。1869年、雷衣の藩赤奉還願いが受理される。松平家を正室とする。後、 小が原らダイスを形出とする。ダイスとの間に、長女、つねこ、長男、大佐都市、次女、てるよを設ける。大佐都市は1926年に28歳で、創生した。後、徳川国幸の三男、国秀を養子とする。長女、つねこは、青木聖太郎に嫁ぎ、次女、てるよは、染谷徹の養女となる。1880年7月、より安は、 父、来位より家督を譲られ、1884年7月8日、死者区に助された。1887年12月26日に、生5位。1892年に14位。1903年に13位。1912年に、生三位。1922年に、12位を賜った。その間の1898年には、上野東照宮。 社史、1904年には芝大神宮社史を兼ねる。1905年には亀戸天神社社史も兼ねた。1934年12月28日に隠居し、1935年5月1日、養子の国秀が死者を就着した。1940年2月7日、東京吹田摩郡東村山城にて死亡。去年85、名の平岡夏の孫。 三島幸夫は15歳の時、より安を登場させる、作文、新刊を書いている。そこには、上等な大島を着た老人が、シラノドベルジュラック裸足の大きな花をぶら下げて、と、より安の用紙が表現されている。また、作家となってからの短編小説にも、より安をモデルとする、公職、怪物などを書いている。それらや、松平より安伝によると、 公職で意地悪な人物のようである。人と人との間を割いて、人と人とをもますのが、好き、剣を持つことはキラヒ、戦争は何よりキラヒ、平和愛好者、スケベ愛好者、大井の神は、正宗の名刀で切腹。より安が七円に屑屋に売りなどと書かれている。ありがとうございます。